ですね、今はですね、2024年の7月の初めぐらいですね。ここはですね、上海市長寧区チャンリンチーのですね、ジンホンチャオアピタのあるところですね。まあ、ジンホンチャオっていうショッピングモールがあって、その一部がアピタみたいですね。ちょうどここですね。すごいでかいオフィスビルですね、これ。私はですね、いつもの通りあそこのこのアピタの、アピタじゃない、ジンホンチャオっていうんですかね、これ、ジンホンチャオのとこにあるあのオリーブヒルとかっていう、あの、イタリアンファミレスですね、日本の会社ゼンショーっていう会社が運営してるらしいですけども、そこのイタリアンファミレスでさっきですね、ちょっと友達と待ち合わせて、ちょっとご飯食べてました。それで今から帰るところですね。ちょうどですね、このビル今いっぱい、夜のもう8時半回ってると思うんですけども、いっぱいこれ人いるんですけども、ちょうどここですね、このビルのどこか分かんないですけど、あのピンドゥドゥというあの EC の会社ですよね、海外であのテムっていうんですかね、あのピンドゥドゥとテムとやってる会社がこのビルに入ってるみたいですね。ここが本社みたいですね。ピンドゥドゥ何回か買い物したことありますけど、普段私は買わないですけど、あのテムも、テムの場合はまああの中国国内というか中国発海外向けなんで、私使ったことはないですけど、なんかよくあのツイッターとか YouTube 見てること、そのテムの広告がよう出てきますよね。すごい安いらしいですね。まあアリババのやってるあのアリエキスプレスと同じだと思うんですね。海外向けの、中国から海外に物を売るための、EC のプラットフォームですね。まあ安いでしょうね。でさっきそのイタリアンファミレスでご飯食べて、ちょうどさっきですね、あのアメリカの6月の雇用統計が発表になったんですよね。ちょうど日本時間で9時半、こっち8時半に発表なんで、発表して直後に出てきたんで、今8時半過ぎだと思います。いやー、あのイタリアンファミレス、私友達来るより先にこうついててですね、一人でちょっとなんか飲み物飲んでたんですけども、そうやってるとですね、あの日本人の女の人から、あれユウさんですかって話しかけられましたね。あの、まあ、YouTube 見てらっしゃる方、まあなんか上海に何ヶ月か、1年弱ぐらいって言ったかな、住んでるらしいですけどね。あの、もともと日本にいた時から、まあ、上海どんなんだっていうので見てくれてたみたいですね。私でもあんまりこれ動画に普段皆さん見ての通り顔出してないんですけど、まあ、たまに顔出してる時あるんですけどね、別に隠してるわけじゃないんですけど、あのこの散歩動画わざわざ私の顔ばっかり映しても意味がないんで、お前見たいんだ、ちゃんと上海の風景見たいんだって皆さん思うと思うんで顔出してないんですけど、まあまあ時々顔出してるんで、それで覚えてもらってたんですね。あの視聴者の方からたまに声かけられます。特にあそこのイタリアのファミレス行くとよく視聴者の方と会いますね。他にも日本人の女の人前にも会ったし、中国人の男の人にも声かけられましたね。 YouTube 見てますって。まあそんな感じで、まあですね、あの前にウェンちゃんとライブ配信の時にあの水いただいた方いたんですけども、あの今ちょうど通りかかって声かけていただいてありがとうございます。その説は、あの上海住まれて長いんですか？3年ぐらい。あ、じゃあちょうどそのコロナの時から大変な時期でしたね。ありがとうございます。いつかどこかで会えるかなと思ってます。ありがとうございます。さっきそこのアビタのところのなんかあのファミレスあるじゃないですか。イタリア。あそこで食べてたら、
そこでもなんか女の人に声かけられました。まあこの辺日本人多いですからね。あの時はありがとうございます。よくあれですね、まあ、あのしょうもない YouTube であれ申し訳ないんですけど、あ、ありがとうございます。じゃあ写真、はい、ありがとうございます。あ、記念撮影していただきました。あ、顔は写ってないんで、はい、またよろしくお願いします。あ、失礼します。いや、さっきもあれなんですよね、そのアピタで声かけられて、今もですね、ちょっと通りかかったら声かけられて録画してたんで、思わずちょっと一回録画止めたんですけども、いや、あの撮影していいですかということを断って、一応声だけですけどね、今入りました。まあ、この辺確かに日本人多いですからね。私もでもあれですね、別にあのそんな全然大したことはないんですけど、なぜそんな声かけられるかというと、そもそも上海で YouTube やってる人少ないですよね。しかも顔出したりして、だからしかもうち私の YouTube 見てる人っていうのは、まあなんか上海に住んでるとかですね、昔住んでたとかそういう方がいるんで、まあ確率的に高いですよね、この辺おると。私もあんま変なことできないですね、真面目にやっとかないと。今声かけていただいた方はですね、これ何年か前、2年ぐらい前にウェンちゃんとちょうどコロナの時ですね、ライブ配信やってたんですよね。でその時ですね、ちょうどコロナでいろんな店が閉まってて買い物できなくて、あの時 なんか寿司かなんかウェンちゃんどっかかで買ってきて、で食べに行こうって言って自転車で走ってて、でも水売ってないってなって、でその YouTube のライブ配信を見ていた方がですね、さっきの方ですね、水をですねレンちゃんになんか渡してくれたんですね。私その時ちょうど後ろ走ってて、その方と話できなかったんですけども、水いただいたんですよね。まあなんかいろんな偶然ありますね。私もでも変な態度で愛想よく常にしとかないと怖いですね、いろんな人に。まあ基本的に悪いことはしないですけど、さっきのオリーブヒルで声かけていただいたのも女性の方ですね、すごい綺麗な方でしたけど、あれですね、あの子供さん連れてました。まあまあ、別にそれはあれなんですけどね。いろんな方から声をかけていただくと、ちゃんと歩いとかないとダラダラ歩いてたらダメですね。まあということでですね、今アピタでご飯食べて、これからですね、いつも通りちょっと歩いていこうかなと思ってます。と あれですね、あのさっき言った通り、あの今6月の報道系発表あったんですけど、あんまりまあサプライズはなかった感じで、アメリカ株大した影響はなさそうですね。まあ若干ちょっとプレマーケットでどれぐらい上がってんのかな、ほぼ変わんないって感じですね。まあちょっと微妙ですね、最近ちょっと上がりすぎてるんで、また今日下がるかもわかんないですけどね、なんとも言えないですね。これは上がってほしいんですけどね、上がってほしいから私今日は寿司食べなかったですけど、一昨日寿司食べたんですよね。で昨日は7月4日のあのアメリカ独立記念日でアメリカ市場閉まってたんで、あのマーケットやってなかったので、もう前の日に寿司食べときました。さすがにもう今日はもう寿司ええわと思って食べなかったんですよね。でまあちょっと時間あったんで、友達とですねアピタでご飯食べました。まあ私が暇やったんでアピタ行って、友達に今暇ですかと、時間あったらから来たらどうですかということで連絡をやったら、1時間半後ぐらいに来てくれましたね。まあ私はあの
本読んでたんですよね、それまで。豊臣の野望をですね、やっと読み終えました。次、豊臣の逆襲で、あともう一個最後、何やったかな、豊臣のなんとか、3冊セットなんですよね。第1冊目読みましたね。いやー、でもあれ本当に、トヨタの中にいる人たちを描いてて、どうやって取材したんですかね。なんかあの、今回出した覆面作家みたいですね。正体を明かしてないみたいですね。まあ正体明かしたら恨まれそうですけどね、あれいろんな人から。まあそんな感じでですね、今ここローシャンガンルーをテンシャンルーの方に歩いてます。向かってちょっとこっちから行こうか。まあまあ、あの、私はあの前から言ってるように友達は、まあまあさっき会った人友達って言った友達なんですけど、負けへんでさんしかいないんで、基本的に。ただ知り合いはいますね。スイカ、スイカほんま中国安いですね。日本はほんとね、スイカめちゃくちゃ高いですよね。小さい店がいっぱいありますね。セミが鳴いてますね。これもう夏ですね。完全にあれですかね、梅雨終わった感じですかね。めちゃめちゃ暑いです。今日の最高気温が38度、今の気温でも30度超えてると思うんですよね。夜でもちょっと見てみましょう。もうすぐ9時ですね。いやー、でもこうやってカメラ持って歩いてると目立つし、今30度ですね。最高28度、最低27度ですね。まあ明日もしばらくずっと晴れですね、これ。完全に夏に入りましたね。まあまあ梅雨終わって嬉しいですけどね、この暑いのはちょっとしんどいですね。あ、もう一回これ信号こっち渡ろうか。まあ、独り言を言いながらこの撮影してるって、周りから見たらちょっとおかしい人なんですけども、まあまあ、あんまり中国人はそんな気にしてないですね、人のことは。日本だとこれちょっとなかなかやりにくいですけどね。まあ、それか観光地だとこれ別にそんなおかしくないですけど、こういう普通の道をカメラ持って喋りながら歩いてたら、あいつ何やって多分思われると思うんですけどね。だから私あんまり日本人の多いところそれ行くのちょっと恥ずかしいですね。ライブ配信とか、だからウェンちゃんとライブ配信するとこもあんまり日本人の いなさそうな店でやったらいいんですけどね。まあ別に、まあ、見られてもいいんですけど、まあちょっと恥ずかしいなというだけですね。うわ、これ暑いわ。まあでもあの広州の暑さと比べたらマシですね、全然。いや、一応ですね、私これ YouTube やってますけども、最近ショッピングモールの動画多いですけど、あれはですねちょっとチャンネル登録を1万5000か2万人ぐらいにしようかなというので、あのやってますね。まあ、そんなに再生回数は本当は気にしてはないんですけども、ショッピングモールだけは再生されるんでですね、それでちょっと登録者だけは増やしておこうかなと。まあやっぱり YouTube やってますよって言った時に、まあ2万人ぐらい登録者いますよって言うとちょっとおっと思われるんで、多分ね登録者5000人でもなかなかいないみたいですよね、そのパーセントからしたら。1万人でもまあなかなかそう、まあ、簡単なようで難しいようで、まあ、私もこれ上海でやってるからある程度みんなに見てもらいますけど、これがですね、私もしどこでしょう、日本の栃木県とかに住んで
栃木県の散歩動画とかやっても多分ほとんど見る人いないと思いますね。別に栃木県バカにしてるわけじゃないですけども、まあ、上海という海外やから見てもらえるんであって、まあこれでも多分韓国のソウルでもそこそこまあ見てもらえるかなと思いますけどね。でも上海なんで一番まあみんなが知ってるとこですよね、中国でも。だからいいですよね。これもしなんか福建省なんかなんとかして知らない市でやっててもあんまり見てもらえないんじゃないかなとも思いますけど。だから食べたんですよね、かなり食べました。あとそうや、思い出した、これカメラが今めちゃくちゃ熱くなってきて、多分途中でですねカメラがダウンするかもしれないです。ちょっとこれ画質落とします。 4K だとめちゃめちゃ熱くなるんで、今からこれ 4K から落としました。 4K でやるとですねカメラがめちゃめちゃ熱くなって多分ね途中で撮れなくなるんで。ここですね、チャンニンルーですね。ちょっと暗いですけども、この何でもない散歩動画、まあ皆さんに見ていただいてちょっと嬉しいですけど恥ずかしいですね。なんかあのまだ友達と、でも友達とおるときもダメですね、アホみたいな話でかい声でやってたら周りに聞こえてて良くないですね。まあただ別に私この YouTube の中でのこのキャラクターはなんかすごい人間やということ一切言うてないですのでね、普通に自然にやってるんで、年収11万円で、大阪出身ということを、関西人ということを隠してますからね。なので標準語をできるだけ喋るようにしてます。あとまあ年収11万円ということもできるだけ隠してるんですけどね、お金持ってるように見せてるんですけど、高級なものばっかり食べて、そんな感じでやってます。まあ平和ですね、普段別にそんなに危険なことはないですね。あんまり油断してても良くないんでしょうけども、実際私は別にそんな中国で危ないと思ったことはないですね。普通に生活してます。今さっき9時回ったとこでしたっけ、9時4分ですね今。まあ今日はなんとなくこう休み明けのアメリカ市場ですね、どうなるかということでほとんど動きないですね。まあ、全部ちょっとでも下手したらこれ利益確定売りとかで売られそうな気もしますね。まあでもそんなもんですね。この辺なんかカフェあったんですけど、なんかこれってお酒屋さん、バーみたいなところお酒屋さんか、ここで揉めるわけじゃなくて、この辺なんかカフェみたいなのあったけどなくなってますね。やっぱカフェの運営って難しいんですかね。まあ、単価安いですからね、私はコーヒー飲む方からしたらコーヒー一杯40元とかえらい高いなって思うんですけど、店からしたら40元のコーヒー売って一体何本儲かるんやと。コーヒーの豆自体は安いかもしれないですけど、あれでしょうね、家賃とか人件費考えたらそんな儲かるもんじゃないですよね。なかなか大変だと思います。全部電動バイクですね。
ここはズンイルですね。もうちょっとこれチャンリンルーを歩いていきます。中山公園の駅まで行きたいと思います。まあ、この私の動画、ビリビリ動画にも同じやつそのまんまアップしてるんですけども、何の編集もせずに。まあ結構中国人の方コメントくれますね。それ皮肉で言ってるんじゃなくて本当に普通にいいコメントくれます。なんか悪いことってたまに書く人いますけど、ほぼないですね。なんかやっぱり日本語勉強してる人とかそういう人多いですね。当然まあ日本語でしか喋ってないですからね。これ字幕入れてくれっていうリクエストあるんですけど、そんな面倒くさいっていうか、そんな高度なことを私にできないですね。どうやっていいか分かんないし。暑いですね。これ本当熱風の中歩いてるっていう感じです。まあでも広州はもっと暑いでしょうね。こういう暑いとですね、これコンビニでアイスクリームとか食べたくなるんですけど、これは我慢しないとやばいですね。外にこれ座ってる人はようこんな暑いとこ座ってますね。どうせやってます。もう中入りたいでしょ。あーしまった。これ信号がちょうど今赤になったんで、次まで待たないといけないです。この暑い中仕方ないですね。これこれもお酒の店ですね。タバコと、まあ、ちゃんと見てないですけど、まあ、雇用統計発表後アメリカの金利は下がってるみたいですね。まあいい方向ではありますね。株価は微妙ですね。まあ、今日ある程度確定売り、利益確定売りされそうですね。この、7月4日のですね、独立記念日の前の日の半日取引では、まあ、史上最高値行きましたからね、まあ、すごいですね。今アメリカ株も日本株もあれですよね、日経平均とか最高値更新して、あとゴールドも上がってますし、まあ世界的な資産インフレというか相場がすごいですね。まあ逆に言うとですね、現金のまま持ってるとすごい目減りした感はありますよね。ただだからといって物が上がってインフレになってるっていうことはアメリカではなさそうな感じなんですけどね。まあわかんないですけどね、またインフレになると良くないですけど、まあ、日本はでもまあインフレに突入してる感じはありますよね。まあ、日本円が安くなると自然に輸入品が値上がりしますから、必然的に上がりますよね。まあそれでなかなか日本円だけで持ってるとしんどいということで難しいですよね。アメリカの株は株価も上がるし、円高、ドル高円安になるんで、円ベースに直すとですね、ものすごい今年ですね、成績いいという感じですね。まあでもその逆が起こると怖いですね。円高になって株、アメリカ株が下がるとですね、悲惨なことになります。まあだから本当に現金で持つ場合は米ドルと日本円と半々ぐらいで持っとくのがいいかもしれないですよね。まあ日本に普通に住んでても多分普通の日本の銀行で米ドル預金とかできるでしょうからね。
まあ私の場合はまあ海外で長いんで必然的に日本円以外にもまあ持ってるというか、まあまあ準備はしてますけどね。暑いなこれ、めちゃくちゃ汗出てきました。あかんわこれ、しばらくあのまあショッピングモールの動画とか別に画質上げても仕方ないんで、あの 4K で撮ってなかったんですけども、この散歩動画は私できるだけ 4K で撮りたいんですけど、ちょっとこの夏はもう 4K 無理ですね。カメラがすごい熱くなって止まってしまいます。ただこの 1080p っていうやつなんですかね、これのフレームレート60だとまあ画質もいいし動きも滑らかなんですけども、データの重さが全然ちゃいますね 4K と。もうここライフシーですね、ラッフルズシティです、中山公園の。これあのライフシーってもともと私知ってたのは人民広場のところですね、あれも大昔からありますけど、ここは5、6年前もうちょっと前にできたんかな、なんかいつの間にかできてました。ここ前あのテスラの店だったんですけど、テスラがなくなってリーシャンになりますね、理想になりましたね。これも中国の新興 EV 3社のうちの一つですね。ここは一番なんか今年の最初これ売れてましたけどね。ただニオもですね、この4、5、6月の第2クォーターですね、あの販売台数めちゃくちゃ伸びたみたいですね。結構株も上がってましたけど、まあまあめちゃくちゃ下げてから上がってるから大したことないですけど、まあ、トヨタも多分この4、5、6月いい決算出てくるんじゃないかと思いますけどね、分かんないですけど。テスラも販売台数すごかったみたいですね。まあそんな感じでまあ企業のことはどうでもいいんですけどね、うちも決算追うのめんどくさいから個別の投資はあんまやってないというふうにやってるんですけど、もうここすぐ前に、3、4号線見えてますね、中山公園の駅です。これは本当暑いですね。いやこれ昼間ちょっと散歩するの無理ですねこれ。去年こんな暑かったでしたっけ上海。広州もまあまあ暑かったですけどね、でも私も去年広州で散歩動画結構撮影してるんで、これぐらいの歩いてたんでしょうね。でもなんか今めちゃくちゃ暑いような気がします。慣れてないんかな、体が。慣れてきたら歩けるかもわからないですけど、異常に暑く感じますねこれ。まあ、地下鉄電車乗ってしまったら涼しいんですけどね、広州の場合はね、なんか電車乗ってもあんまりクーラー効いてなくてめちゃくちゃジメッとしてる時あるんですよね。まあまだ広州も行きたいと思います。あともうちょっとですね、これ駅まで。これは前が歩く人が遅いんで、すごいですねこの自転車。このここに積み上げるのはひどいですねこれ。こういう人がいるんですね。めちゃめちゃ自転車ありますこれ。すごいなこれ。1台いくらぐらいするんですかねこれ。もうすごいなんか投資額でランニングコストも高そうですけどね、これメンテナンスするのに。いやー、ということで、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。